はガンバ大阪の協力でお送りします。さて皆さんに今日お届けするインタビューは遠藤選手、藤ヶ谷選手、津田川選手、武井選手のインタビューです。皆さんにはベストゲームとベストボール、ね、それから優勝に向けてインタビューをしております。さて皆さんからメールをたくさんいただいておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。アルピーさんありがとうございます、ね、山形戦についたんですけどもね、ガンバが5点も入れての完封勝利本当に気持ちよかったですね。囲碁の選手のプレーもすごかったですが、藤原選手のプロ初ゴールも素晴らしかったですねというふうにいただいております。ほんまにすごいゴールでしたね。もうね、先週もこう藤原選手のインタビューをお届けしたんですけれども、マジに速かったですね。5秒8言ってはりましたけども、その瞬速を生かしたの見事なゴールでした。でびっくりしたのが、選手のインタビューでね、なんかプライベートではボーリング行ってるって言ったんですけど、なんかスポニチにプロ並みのスコアを出すぐらいボーリングが上手くって、そっちでプロになろうかなと思ったって書いてありましたね。嘘とか思って、そんなボーリングもない藤原選手。デポナビでのインタビューでもなんか初ゴール決めたらどうしますって言ったら、いやーどうしましょう、どうなるんやろって言ってましたけど、どうなったんかね、ちょっとまたこの11月3日のアントラーズの後に聞いていきたいと思います、ね、そしてアリピーさん、私も先週ね、川口キャプテンの講演会のご案内と司会のお仕事行かせていただいたんですけども、見かけてくださったということでありがとうございます。でアリピーさんもね、川口さんのお話を聞きに行かれたということで、川口さんの J リーグのスタートの時のお話ですとかね、本当はガンバが大阪上手になる予定だとの話もされ、あっという間に時間が過ぎてしましたね。J リーグまたわずか、天皇杯もありますし、ガンバ大阪優勝に向かって頑張ってほしいですとメールをいただいておりますね。アルピーさんをはじめ、あとたくさんのねサポーターの皆さんもその時お会いして、本当にねお疲れ様でした。楽しかったですね、川口キャプテンの講演ね。まあ、本当にアリピーさんのお話もあったんですが、 J リーグスタートの時のお話、ガンバにとってはね、1990年の松下電器サッカー部の天皇杯の優勝のエピソードとかね、それから J リーグ発足時に、まあ、川口キャプテンがね、まあ日立とかね、ヤマハとかね、有名どころを落としてまでアントラーズを入れたキャプテンシーとか聞いたんですけども、まあ、その実際の話とかも聞かせてくれはったんですよね。まあ、いろんな事情で日立やヤマハもやめとこうと思ったけども、あとどうしようかなとかで考えてた時に、もう鹿島が猛烈にこう挨拶に来られてプッシュをしてきはったと。で諦めさせるために屋根付きのこんだけ入るスタジアム作ってこい、作るだったらねっていうふうに言ったら、ほんまに作ってきたとそんな熱意もあってね、アントラーズが最初のね J リーグのこの10チーム入りを果たした話ですとかね、あと最初にJ リーグ創設記念ユニフォームの色みんな決めてって言ったら、10チーム中ね6チームブルーで言ってきたとね。まあ、もうだから清水エスパルスはもうお前のところもうみかんできるからもうオレンジにしてとか言ったとかねいろんなお話を聞くことができました。でやっぱりJ リーグが低迷した時にね、チーム数減らしてもっとこう収益上げてくれっていう声を、まあもう川口さんがこう却下して、もういろんなチームをねもっと増やして根差していくことが J リーグの理念やのに、そんなことできへんって言ってたら、まあ鍋爪さんがね、プロ野球界の鍋爪さんが、もう J リーグの川口がやってることなんかもう机上の空論じゃみたいな感じで、毎日こう喧嘩をぶっかけられてるんですけど、毎日それをなんかマスコミに対して言い返しとったら、まあ、それがこう J リーグの理念を広く世間に披露する、結果としてはそうなったと。もうね、日頃はもういつももうクソやしと思ってたけども、なべすねさんありがとうと今だったら思えるとかね、もうすごいこうユーモアあふれたお話で、あっという間に本当に時間が過ぎちゃいましたね。なべすねさんね、今回のドラフトでもドラフトは違法や言うてんやろとか、またもう健在ですねすごいですね。はい、まあ、本当にね、講演会に、ね、行かれたお客様も本当にいいお話がたくさん聞けて幸せな続きでございました。まあ、その時にね、川口さんもガンバのねスタジアムも決まったようですねみたいなこと言ってはったんですけども、次の日に正式に発表になりましたよね。大吾さんね、ありがとうございます。メール、ガンバサポの大吾です。いやはや新スタジアムですね、署名でも何でもやりますよね。デイサイジにも名前書いてますもんね4万人のを作っちゃいますかといただいています。本当に待ち遠しいです。
まあ本当にこれできるとホームズスタジアムを超えるっていうことですからね。やっぱサッカー専用スタジアムは違いますわ。もう中継施設も違うんですよ。まあ規模が小さくてもね、日本平とか本当にいい雰囲気なんですよ。もうあれ好きです、日本平で。まあ鹿島スタジアムももちろんね違いますし、もうホームズスタジアムを超えるスタジアムができるっていうだけでも本当に楽しみですよね。いやいやいや、本当に楽しみです。署名活動私も頑張りますね。皆さんも頑張りましょう。さあ、そしてよっつーさんからもメールいただいております。よっつーさん、ありがとうございます。こんにちは、竹島さん。今ガンマで一番好きな選手はグンちゃんこそイ・グノ選手なんです。あ、ガンマのグンちゃんなんですね、イ・グノ選手ね。勝手にガンマのグンちゃんと呼ばせていただいてますが、やっぱりいい人だったんですね。ね、先週お送りしましたね、共同通信の小林記者さんのね、お話を伺って嬉しく思いましたとメールをいただいております。ね、小林さんに対してね、なんかもうすごく優しかった、イッグの選手。ね、もう本当にほのぼのとしたエピソードでした。そうですか。グンちゃんって入るんちゃいますか。ね、イッグの選手だもん。グンちゃん、いいじゃないですか。ね、また入らせていければと思いますよ。ね。さて、今日はですね、選手の皆さんに、ベストゲームとベストゴール、そして優勝に向けてのインタビューを、してまいりました。まずは藤ヶ谷選手。藤ヶ谷選手はね、まあゴールキーパーなんでベストゴールはなかなか難しいことなんですね。ご自身のベストゲーム、それから優勝に向けてお話を聞いてきましたのでお聞きください。歴代のね、ガンバの選手の中を見ても藤ヶ谷選手はこの今日ね支えてくださってるゴールキーパーですけれども、藤ヶ谷選手がねこのガンバでプレーされてるのベストゲームを教えていただけますでしょうか。ベストゲーム、なかなか思い出せないですけど、ね、たくさんありますもんね。いろんなタイトルもありましたけれども、簡単に悔しいゲームとかもあるかもしれない。そうですね、もうやっぱタイトルを取った試合っていうのはまあ思い出に残ってますけど、なんかでもどれが一番印象残っていますか。やっぱり優勝した2005年の試合は、まあ、印象的ですね。あの時にピッチに立ってたってなんかね、ドキドキの展開でもありましたし、そうですね、まあ、特に1年というのは、まあ、僕自身移籍してきた年でもあるし、まあ、最初はなかなか試合出れず、まあ、メンバーにも絡むことがなかったし、で中でまあ最後こうやって試合にも魅力を出させてもらって、まあ、結果もね優勝っていう最高の結果が出たんで、本当にいろんなことがあった1年でもあったんで、はい、すごい印象的ですね。しかし選手のことをね、当番組でも北海道時代からずっとね応援してくださるファンの方からも応援メールが届いていますので、はい、このね、タイトルに向けての意気込みをお願いいたします。まあ強い気持ちを持って本当に最後まで、全力で戦い抜きたいと思います。本当にいつも素晴らしいプレーで私たちも感動してるんですけども、大変ですよね。その失点でも大変ですね。あんだけバンバン止めるでも大変ですよね。本当に、まあ本当に、まあ、いろんな意味でこれから重みのある試合が続いていくし、うん、まあそういう、まあ、いろんなことありますけど、まあ楽しく試合ができるようにやっていきたいなと思います。たくさんの皆さん応援してますので頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。このコーナーにメールをいただきました北海道のサポーターの方、ね、お聞きいただきましたでしょうか。藤ヶ谷選手にメッセージをお届けしましたよ、ね、藤ヶ谷選手のこれからの活躍もぜひ一緒に応援していきましょう。あ、やっぱり2005年の優勝ですかね。もうね、あれね、本当にね、セレッソの結果にかかってましたしね。でもまあいろんな感動的なゴールもあの試合では生まれましたね。宮本選手のゴールも良かったですね。前日私はもうガンバが優勝する夢を見ましてね、もうしこたま夢の中で泣いてたんですけどね、またほんまに泣きましたけどね本当に感動的な優勝でした。さあ続いては二川選手ね。二川選手はご自分自身のベストゲーム、ベストゴールどのように語られるんでしょうか。お聞きください。二川選手の20周年記念ということで、二川選手のベストゴールを教えていただけたんですか。ご自身のベストゴール、ありましたっけ。いっぱいあり
れすぎて。いえ、まあ、なんか、マグレシュートばっかなんで、まあ、レイソル戦のマグレシュートでいいです。この間ですか？いつの？いつでしたっけ？ 2007 年か8年ですね。8年の、はい、レイソルのマグレシュート。はい、どんなシュートです。左足で。蹴ったら入ったって。そうね。はい、その、まぐれ加減がいいっていうか、どんな感じだったんですか？いや、本当なかなかないシュートだと思うんで。どっちだろう？2008年、どっちかな？レイソル、どっち？あ、いや、ホームどっちですか？ホームです。ホームで。はい。そうなんや。それどんな状況ですか？チーム状況としては。チームとしては、ね、多分良かったと思います。佐藤選手のベストゲームをお願いいたします。ゲームは J リーグでしたっけ。佐藤選手の頑張って天皇杯の決勝で、まあ、名古屋に勝った時に、まあ、自分もゴール決めれたし、チームも優勝できたんで、とても気持ちよかったです。私もリーグ優勝の佐藤選手の自力でリーグ優勝を今決められているんで、一つ一つとおっしゃってましたけども、そうですね、本当、まあ、一つ一つは簡単な試合はないと思うんで、しっかりとやって積み重ねていきたいなと思います。たくさんの皆さんから二川選手の応援のファックスメール届いてますので、頑張ってください、はい、いつもありがとうございます、はい、で二川選手ね、調べました。二川選手がご自身で、もうベストゴールは2007年第12節5月19日万博で行われました試合の柏戦でのゴールということでございました、ね。この日は2対1で勝利をしております。バレー選手と宇田川選手が決めたということで、ね、これ万博での開催ということでね、宇田川選手自分自身のベストゴールを、まあね、地元のサポーターの皆さんに見せることができたんですね。あの時ね、こうまぐれまぐれって言ったので、もう無理よと周りに受けましたけど、違いましたね。ベストゴール、ね、さすがのゴールでございました。ね、そして、一番のベストゲームは名古屋に勝った天皇杯ということでね、まあもうあの試合もね、良かったですね、本当にね。まああの天皇杯はもうかの決勝勝ったんですからね、浦和に敗れてしまったね、元旦戦もありましたけども、やっぱり梶選手が1年の一番の始まりの1月1日に負けるっていうのは、ほんま演技が悪いと、ね、天皇杯の決勝勝たなあかんって言ってありましたけど、ほんまこれはもう会心、ね、素晴らしいゲームでした。さあ続いて武井選手、ね、武井選手、まあ、本当に優勝のためには頑張ってもらわないといけません。武井選手はご自分自身の、ね、ベストゲーム、ベストゴール、優勝に向けてどのように語ってくださっているんでしょうか。お聞きください。武井選手のベストゴールを教えていただきたいんですが。ベストゴールですか。20周年っていうか、あれでってことですよね。武井選手自身の自身とか、武井選手自身の そうですね、まあ、この前の神戸戦の落ち着いてこうサイドに流し込めたのは、こう今まで自分にないゴールの決め方だったので、まあ、いつもは結構強めというか力いっぱい蹴るんですけど、結構弱めというか、しっかりコース狙われて打てたので、まあ、あれは本当に自分の中でも、まあ、こう良かったかなと思います。私たちが、ね、一番印象的だったのが武井選手のプロ初ゴール の清水戦だったんですけど、最終戦のそう、はい、あれも、まあ、どうでした。あれもかなり、はい、一番嬉しかったんですけど、自分の中では本当に、まあ、決めた後、まあ、自分自身舞い上がってしまって、どこ走ってるか分からなかったんですけど、まあ、本当に、まあ、初ゴールも本当に嬉しかったです。周りの皆さんがね、スタッフ含めみんなの選手さんが、なんか武井選手のことをね、武ちゃん頑張ってたから決めたゴールやるって、もうなんか翔太選手も颯太選手もみんな自分のことのより喜んでありました。そうですね、あれは本当にみんなこう来てくれたし、まあ、試合もしっかり勝てたので、すごく良かったですね、嬉しかったです、はい。武井選手は私たちも取材していた武井選手は体力作りの努力とか伺ったじゃないですか。でもここまでプロに入ってね、技術面でこう優勝に貢献できる主力になるまで伸びられたっていうか、今日はどのような要因と自分では思ってありますか。
そうですね、ガンバに入ってからこう毎日の練習をこうしっかり考えてやってましたし、まあ、こう毎日こう腐らずにというか、まあ、しっかり目標を持ってこう自分に足らないところっていうのを本当にこまめに見つめ直してそこを修正しようと思ってたので、まあ、今少しずつこう良くなってきてるかなと思います。技術面でここを気をつけるとか自分で、ね、残って練習とかもしてなかったんですか？技術面、そうですね、残って練習もしましたけど、まあ、本当に試合中というか、そういうのはやっぱり全然こう一人でやってる練習とか、まあ、居残りでする練習とも全然違うので、周りのこうプレッシャーとかもありますし、そういうのは本当に練習中にこう、まあ、本当ちょっとでもこう意識してできるようにできるようにっていうのをここ 2,3 年間はずっとやってきたので、まあ、それがちょっとずつ改善されてきたんだと思います。自分の自分自身のカンパのベストゲームをお聞かせください。ベストゲーム、ベストゲーム、ベストゲームですか。ベストゲーム、そうですね、まあ本当に自分が初ゴール決めた試合が本当に自分自身も嬉しくて、まあ、ゴールもそうですけど、まあ、年は優勝を逃してしまいましたけど、最後の最後でこう2位になれたっていうのは、まあ、なかなかこう自分自身も、まあ、ちょっとずつ試合に出始めた年だったので、まあ、自分のゴールが勝利に少しでもこうつながったかなと思う、試合がこう自分自身良かったかな、まあ、清水をこう多少こう圧倒してたというか、まあ、かなりこう押し込んでたところもありましたし、まあ、内容的にも良かったんじゃないかなと思います。優勝に向けての意気込みを最後にファンの皆さんお願いします。本当にもう残り1試合少ないですけど、まあ、しっかりこれを残り全部勝てば優勝できるので、もう最後まで気抜かずに皆さんと一緒に1試合1試合全力で勝ちに行きたいなと思います。本当に選手の皆さんもね、サポーターの皆さんのために優勝したいって言ってはるんで、後押ししていきたいですよね。武井選手は本当に努力の人ということをね、マネージャーさんや他の選手の方からもよく聞きますね。本当にここまで頑張ってきたのは腐らず練習してきたからって言ってはりましたけどもね、まあ、本当に武井選手とともに中盤をね、レギュラー争いを繰り広げてた中、寺田選手や、ね、倉田選手は期限付き移籍で他チームでね、また活躍の場を求めましたけれども、まあ、今週 の木曜日のスポニチなんかも倉田選手がね、来年ガンバに戻ってくるんちゃうかという記事も出てましたし、ね、寺田選手も怪我はありましたけれどもね、ガンバでね、レギュラー取りたいという気持ち大きいようですし、ね、武井選手こんなにこう成長してますし、ね、2人もぜひ戻ってきていただいて、まだね、ガンバをよりパワーアップさせてほしいと思いますよ。今から願っております。はい、さあ続いて遠藤選手、ね、遠藤選手にもね、いろいろ聞いてきました。コメントください。ガンバでのベストゲームとベストゴールを教えていただけますでしょうか、ご自身の。まあ一つには一つこう挙げることはできないですけど、まあ、優勝に絡んだ試合っていうのはやっぱりよく覚えてますし、まあ、自分の別にゴールはあんまり覚えてないので、まあ、みんなゴールして喜ぶことが一番の思い出だと思います。タイトルに向けてはいかがですか？まあ、最後に上に立っていれば優勝なので、まあ、今その位置に自分たちが一番近いところにいるのは間違いないので、まあ、自分たちが残りの試合全部勝って優勝したいなと思います。まあ、遠藤選手に関しましてはね、サポーターの皆さんそれぞれが遠藤選手のベストゲーム、ベストゴールがあるということでしょう。まあ、本当にね、素晴らしすぎてね、これ一つに挙げられませんし、ね、遠藤選手も本当にもういろんな態度で絡んでくれてはるし、ね、フリーキックもすごいし、もうね、本当に心残ることばかりでございます。ね、皆さんのガンバのベストゲーム、ベストゴールはいかがですか？またぜひね、ファックスメールを寄せていただきたいと思いますけども。
ね、本当にいろいろありますけれども、私はやっぱり2007年の安田道弘選手のゴールとそのゲームですね。もうあのゲームがやっぱり一番ですわ。現地にいたっていうのもありますけれども、なんか本当にキラ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 っていうのが輝きながらできた、もう安田選手がいきなりプロ初ゴールがそんな大きなゴールになりね、ニューヒーロー賞とね、MVP を取って、もうね、どやーっとばかりの活躍。まゆの本当にもうね、また見たいですね。いや、今年のね、リーグ優勝なんですけども、どんな形で成し遂げるんでしょうか。ね、このインタビューした時にはこう1位だったわけなんですけども、今ちょっとレイソルがちょっと上にいますけどね。いや、これはもうレイソルをこうプレッシャーかけて、追い詰めながら、最後に笑うのはガンバだということでね、応援していこうじゃないですか。さあ、遠藤選手にはですね、久しぶりにリクエストも聞いてきております。まずはリクエストのね、コメントをお聞きください。遠藤選手は今リラックスするときですとか、気持ち上げていくときに聴いていらっしゃる曲を教えていただきたいんですけれども。まあ何でも聞くので特別リラックスするときにはないですけど、まあ自分の好きなアーティストだったりとか、最近流行りの曲っていうのを、聴きながら、はい、リラックスしますけど。最近はどんな曲を聴いてらっしゃいますか？どんな曲、どんな曲だろうな。まあ、人で言うと、なおとインテナミとかいう、最近は、はい、聴いてますけどね。はい。中の気に入る曲を一曲お願いいたします。なんだろう。ありったけの花束をなんとかなんとかです。題名忘れましたけど、はい、はい。どんなところを聞いたんですか？いや、別に全体的に好きですけど、はい。ありがとうございます。はい、それまた、はい、ありがとうございます。はい、曲をお調べいたしました。ナオト・インティライミさんのありったけのラブソングという曲でした。ね、じゃあ遠藤選手のお気に入りの曲で、ナオト・インティライミさんのありったけのラブソングをお聴きください。
遠藤選手のリクエストで直人一輝来美のありったけのラブソングをお届けしました。遠藤選手はね、この前もミンミンさんの曲でしたかね、リクエストくれはったんですけど、このあったかいふんわりした曲をね聴いてはるんやなってね思うと、なんか遠藤選手にぴったりですねなんかね、はい、もう本当に遠藤選手は体調万全にして次のアントラーズに臨んでほしいと思いますし、もうガンバのベストゲームをですねアントラーズに見せてやってほしいと思いますよね。そんなタイトル取ったからで負けられません、こっちもね。なんかね頑張っていきましょう、気合入れて応援していきましょう。11月3日のねアントラーズ戦の、選手の皆さんのインタビューはねまた次のデポナビでお届けしますので、どうぞお楽しみに。さあそしてよっつんさん、アニさん、そしてユッキーさん、カッシーさんからメールをいただきました。今日はみんなでカマターレさぬき対ビファーレン長崎の観戦に来ていますね。すでにうどん屋さんを3軒巡りのいいなで、応援するのは元ガンバのゴン中山選手と松岡選手、ガンバユース出身の持ち留め選手がいるビファーレン長崎です。頑張って応援してきますとメールいただきました。いやー皆さんいいですね。それからやっぱりねゴン中山選手、松岡選手、そして持ち留め選手をね応援に行こうね、今でも好きやーっていうその気持ちがね好きです皆さんね。私もちょうどこの間ね2005年とかね2006年とか2004年とかのねあの古いガンバのイヤーバッグをね眺めてニヤニヤしてたんですよ。ちょうどの松岡選手とかのね自筆のねプロフィールとか見ておーとかね、中山選手の見てあーと思って、そうやったーと思って思い出したんですよちょうど。で中山選手なんかもね西野監督に小さくまとまんなんていつも言われてるってね、育ててくれた監督のために頑張りたいって言ってはりましたよね。なんか本当にね頑張ってほしいね、チームメイトも仲いい人たくさんいますしね。いや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 、今日本当楽しみですね、中山選手と松岡選手、持ち留め選手の活躍、ぜひまたね来週以降教えてくださいね、どんなんやったかね。はい、で本当に皆さんね、まあ新旧問わずガンバ大阪のね皆さんを選手の皆さん応援してはるんやなと思って、なんかもう私も胸が熱くなってきます。なんか川淵キャプテンの講演会の時にガンバのね、1993ね、5月16日の開幕戦の映像が流れたんですけど、思い返したらあの日の本並さんもすごかったですよね、皆さん。止めて止めて止めまくるね、あの選手もう素晴らしかった。もうね創世紀のね選手の皆さんもほんますごかったなと思い返すでございますよ。和田さんのゴールも良かったしね、映像見たもなかったなすっごいかっこよかったです。まあ今もあんま変わらないですけどね。いやいやいや、本当にいろんな思いがありますけども、まあ、なんといっても今シーズンリーグ優勝、その思いは一つでございます。来週以降もね、とっておきの情報をお届けしますので、皆さん共にガンバ応援してまいりましょう。すすめガンバ2011、このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。FM 千里、いやみんな 83.7 メガヘルツ。